はい、こんばんは、アキラです。では有利の、ね、性能が発表されたけれども、なかなか強そうだね、ちょっと分かんないところもあるんですけれども、少し性能の方を見ていきましょう。で、後半でね、テイルズコラボの他2体との、ね、比較もしていきましょう。まず個性1が長いんだけれども、ざっくり言うと特技発動することでオーバーリミッツゲージが溜まって最大レベル4まで上がるよと。で、バフは自動的に付与されます。で、ダメージバフの対象は全て物理攻撃のみです。レベル2でダメージプラス 10%、 上限プラス4000、レベル3でプラス 20%、 上限プラス8000、さらに敵から受けるダメージをマイナス 15%、 バフの効果時間プラス10秒ついてきます。で、マックスのレベル4でダメージプラス 30%、 上限プラス12000、さらに敵から受けるダメージマイナス 30%、 バフの効果時間プラス 10%。 で、発動時に全ての特技の SCT が全回復、オーバーリミッツバフ中はオーバーリミッツゲージがたまらなくなるということなので、このレベル4に達した時が分かりやすいよね。全特技の SCT が回復してくれるのはすごいですね。で、ダメージ上限が伸びるだけでもすごいんだけれども、敵から受けるダメージマイナス 30% っていうのはかなり強いですね。で、個性2が貴族性のダメージプラス 50%、 ダメージ上限プラス14000。で、こちら物理攻撃という縛りがありませんので超必殺にも乗っていきます。で、自身が生存時、自分以外の味方の物理非ダメージ 10% カット、味方が戦闘不能時、自身の HP を超回復、ストレングス、ディフェンス、インテリジェンス、マインドプラス 50% バフを付与し、いずれかの特技の SCT を1回分回復、ウェーブごとに1回までということで、味方の中で戦闘不能が出ることによって自分自身へのバフも発動するということなので、これはアリーナとかでもかなり生きてきそうですね。で、自前スキルがオーバーリミッツ、これはルークと一緒ですね。で、バーストアーツ、オーバーリミッツバフ中の超必殺のダメージプラス 100%、 ダメージ上限プラス 1000%。 1000% っていうのは、まあ、まんまで言うと11倍ということだよね。まあ、これに後で少し考えていきます。で、暗殺、物理攻撃時確率で即死させる死神効果ですね。ボスやアリーナ等の即死無効の敵に対しては物理攻撃のダメージプラス 20%、 物理攻撃時ディフェンスをマイナス 10% してダメージということなので、これ即死無効の敵に対しては確率発動じゃないので、ディフェンスマイナス 10% というのは常になんですね。これは結構大きいですね。そしてアサシン、人間系に対する物理攻撃ダメージプラス 30%、 ダメージ上限プラス2000ということなので、ヒューマンスレイヤープラスダメージ上限となってます。で、リミッター、オーバーリミッツバフの効果時間プラス 20%、 オーバーリミッツバフ中の物理攻撃ダメージ上限プラス2000ということなので、ルークの時測ったのが10秒だったんで、この時点で12秒で、プラスレベル3、レベル4となるとそこがプラスされていきますので、かなり連続して使えるんじゃないかな、マックスなるまでね。そしてエーテルバースト、 MP を全て消費して自身の HP を超回復、 SCT を全回復ということで、エリクサーを自前で持ってくれています。これもずるいな。で、既存スキルで注目すべきはまず二刀流ね。で、あとオートブレイブ、オートヘイスト、オートスピードってオート系めっちゃ持ってるのと、デコイと眠れる獅子持ってますね。眠れる獅子ってライテイ・ランスベルが持ってた覚醒系のやつですね。瀕死時に HP 超回復でストレングスプラス 100%、 SCT 回復速度プラス 50%、 移動速度アップというものなので、これも強いよね。あと剣メガブーストとかキーアタックレイズ3、あとジャイアントキリング2とかも持ってます。クイックトリガーも持ってますね。なので、まず物理攻撃の最大ダメージは個性2で14000でしょ。で、剣メガブーストで2000、キーアタックレイズで2000の18000、最大ダメージは27999。で、オーバーリミッツバフが入るとレベル2で33999、レベル3で37999、レベル4で41999。で、人間系にはプラス2000乗るし、ジャイアントキリング2でボス相手にはプラス2000乗りますので、人間系ボスに対してはプラス4000乗って45999となります。ということで、スタンとルークの比較をしてみましょう。まあ、同じ二刀流のルークとね、比較するのが正しいですけれども、お互い何もなしだった場合だとルークの方がやっぱ高いですね。35999ですんで。ただし有利はレベル3の時点で37999になるので、このレベル3に達するのがどこまでかってとこですね。で、マックスの場合だとカーマイのみセットでお礼変わるからが最大で49999、有利はオーバーリミッツバフ最大で人間系のボスに対しては45999になるので、この時点で有利の方が高くなるけれども、特技の総ダメージ量でいうと有利の特技のヒット数は二刀流換算で
1が10ヒット、2が20ヒット、3が28ヒットなんですよ。二刀流にしてはちょっと少ないなと思います。なので総ダメージ量としてもルークの方が上回ってるね。うん。で、問題は超必殺ですよね。この超必殺ダメージ上限プラス 1000% っていうことは11倍として、個性2の1万2000と貴族性アタック、どの光天照攻略拳、これ有利見る限り特技の回転の方がよっぽど重要やな。エーテルバーストでも STT 全回復するし、オーバーリミッツバフでも STT 全回復するからね。その辺の回転具合ではかなり化けてきそうなユニットだと思います。で、まあコラボキャラのね特徴ですけどね、もうとりあえず使ってみんとわからんことが多いんで、で、まあとりあえずもう少しですね解析して、育成テンプレ仮の方はまだ今夜作って明日の昼ぐらいね動画出そうと思いますけども、かなり特技の回転がこれまでにない、ね、高回転が期待できるユニットだと思います。てな感じでとりあえずですね有利の初見速報という感じでお届けしました。何かしら参考になりましたら幸いです。高評価を押すかどうかはお任せします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。